皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、かさこ塾塾長のかさこと申します。今日は面白い肩書きで活躍しているというですね、もうブランディングの見本とも言うべき、工業系ライター、石川玲子さんに話を聞いてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、まずはこの、いろんな肩書きを僕はね、目にしてますけど、工業系ライターってめっちゃいい肩書きですよね。そうですね。まあ、何してるかはすぐ分かっていただけるので、そこは我ながらよくつけられたなと思っております。ライターはね、ライターって文章を書く人はわんさかいて、すごい価格競争とか、まあ、仕事獲得競争の中、まあ、医療系ライターとかは結構名乗ってる人いますけど、工業系ライターは石川さんぐらいしかいないんじゃないかなとね。他にもいますね、何人かは。理系ライターとかの肩書きなのかな。そうですね、あと、まあ、工業製造業系とか、なるほど。そんな感じで名乗ってらっしゃる方は何人かいますね。まあ、いずれにせよ、ニッチな肩書きですそようですね。ね、まあ、割とブルーオーシャンでやらせていね、ただでいてすおよります。ね。はい。そもそもライター業を始めたのは何年ぐらい前から？そうですね、かさこさんのかさこ塾名古屋に行った時なので、今から7年ぐらい前じゃあ、になりま塾に通う前はライターとかはやってなかったんでしたっけ？すね。一応、細々とはやってはいたんですけど、いわゆるブランディングとかそういった考えがなかったので、あまりこうパッとしたお仕事はなく、あ、なるほどね。細々という感じでしたね。でもそこから今や細々どころか、かなり結構ね、仕事を得ているような。うですね、まあ忙しい時は結構忙しくすしております。ごい。素晴らしい。今、基本的に、まあね、ライターの仕事をどうやって獲得するんだっていう人多いと思うんですけど、どっからこう仕事を獲得したりしてますか？そうですね。一番多いのはやっぱり自分で持ってるホームページ、ワードプレスで作ったものが1個と、あと今、ベライチでも1枚持ってるんですけれども、そうですね、まあ、ワードプレスのが長いので、ワードプレスからの流入もそこそこあるんですけど、ベライチも結構強くて、7、3ぐらいで、ワードプレスとベライチな感じですね。あとはライターマガジンなんかにメンバーに入らせてもらって、ライター名鑑とかに名前を載せてもらったりして、そこも少々来ますね。あとはまあ自分で展示会とかに足を運んで、どんどん名刺配ったりして、自分で行ってあげたり、なるそんほなど。感じでやってます。あ、じゃあ結構ホームページから発見されてお問い合わせが来るみたいなのが多い。そうですね。やっぱりメインはホームページですね。おお、素晴らしい。はい。あとあれですか、セルフマガジンなんかも作って。セルフマガジンもそうですね。作ってて、まあ、展示会とか交流会とか、そういったところでどんどん配布はしてはいるんですけれども、私の場合、そこまでではないですね。見て実いた感だといして。て、それそうでです売れてる感じね。はない。これはいいですね、すごいですね、とは言ってもらえるものの、そこからうんと話が広がったっていう感じはあんまりないですじゃあね。やっぱりネットとか展示会あたりが強い感じ。そうですね。なるほどね。ネットのツール他に、まあ例えばブログとか SNS とかそういうのはそんなにあんまりない感じですか？そうですね、ツイッターは多少やってるんですけれども。これはなんか編集の方とかからたまに声をかけてはいただくこともあるんですが、それほどつながっては来ないですね。ああ、じゃあやっぱりホームページ、
ペライチが、うん、なんかやっぱライターさんを探しててほあのネット検索なんかをして見つけてくださるっていうルートが一番多いです、うんうん、なるほどね、うん、このまあ工業系ライターというこの特徴のある肩書きはどのようにして生まれたのかというねはい、そうですね、まあで先ほどもちょっと申し上げた通り、あの笠子さんの塾に行く前にも細々とライターはやってたんですけれども、まあ、あの笠子さんの塾で、まあ、あの今こういう状況でちょっと悩んでるんだみたいな話をしてた時に、笠子さんがポロッと、あ、じゃあ講義を書けばいいじゃんっておっしゃったの。僕が言ったんでしたっけ？はい、そうなんですよ。あの二次会か何かかな、あの飲み会、あの割とこう砕けた席で、はい、おしゃべりしてて、前はそのエンジニアをやってたって言って、で、まあ、ライターとかを中心に在宅で稼げればいいなと思ってるみたいな話をしたら、じゃあ講義を書いてみればいいんじゃないって本当にさらっとおっしゃって。あ、そうだ。いや、なんか僕ね、ほら、塾の宿題とかで出して、なんか石川さん自体がこういろいろ上げてって、ああ、これいいんじゃないみたいな、何だったのかなとか思ったんですけど、じゃあ僕のボルト言ったんです。いや、本当さらっとおっしゃって、あ、そんな手があったのかっていう、あの商売になると思ってなかったので、それがなるほどね。すごいこうびっくりしましたね。僕はやっぱ多分ライターもやってるし、編集もやって、編集業界にいたので、なんかやっぱりその文系ライターさんっていっぱいいるんですよね。だから文系出身の人ってやっぱり製造業とか工業とかね、やっぱりまあ理系関係とか、まあ総じて弱いので、そういやでなすんよね。か工業のこと詳しいエンジニアとかそういうのめっちゃいいよなみたい うに、ん、なんそうか本当そう、にそん単なふう純に。におっしゃっていただきました。じゃあ今はもうその肩書きで大体その製造業関係とかそういうお仕事が多い感じですか？ほぼ9割9分製造業関係。おお、素晴らしい。若干ちょっとずれて、製造業から若干離れて、まあ、テクノロジー。まあ、製造じゃなくともこう自然環境とかテクノロジー系がちょっと入ってくるのと、あと、まあ、あのやっぱり多少いろんな方とのコネクションがあるので、たまにあのビジネスああ、なる系ほどね。のお話もあったりはするんですけど、ほぼ工業系ですね。すごい、素晴らはい。しい。ツールとしてはどんなもん、何か、メディアみたいなのが多いのか、会社案内とかツール的なものが多いのか、ね、どんなものが。そうですね、メディア系が多いですね。それぞれが持ってらっしゃるブログ、あの技術ブログみたいなのですとか、あとなんかこうあの SEO 対策として出してるこうお役立ち記事、ああ、なるほど。何々とはみたいなやつとか、あと一部あの社内報あ、はといしてこう開発チームに話を聞きましたみたいはいはい。あ、はい。なやつが多いですね。珍しいところだと、あの技術系の会社の冊子、会社の歴史なんかまとめた冊子作りたいので、ちょっと技術系の方をまとめてほしいとか、あとはまあ、あの、まあ、そっち系の会社の社長さんがこうご自身の本を書かれたい時にちょっああ、となおるほど伝ね。えさせていただくとか。そういう感じでやってますね。しかし、そしてあれですよね、製造業、工業系に強くて、住んでいるところが愛知県。はい。それも強みですよね。そうですね。あの、東京に本社があはい。る、あの、なんか制作会社様が、こう、愛知である工業系のイベントの取材をしたいので、ちょっと行ってきてくれないかとか、あの、愛知の方の会社のこう取材記事を書きたいんだけど、ちょっと行ってきてくれないかとか、そういうのも結構多いですね。で、はい。なんだかんだ言ってやっぱ愛知は、まあ、工場とか製造業系は
結構多いですもんね。そうですね、やっぱ愛知は製造業が活発なので、なんだかんだ仕事が多いです ね。だからそこも強みですよね。まあ、これでね、あのなんか沖縄に住んでますとかって言ってもなかなか、いや製造業とか言われてもみたいな感じですけど、やっぱ愛知っていうのはね、いいですよね。うん、あのまあ、今はコロナでちょっと回数が減ってしまったんですけれども、やっぱりコロナ前は結構あちこち行かせていただきましたね。あの愛知だと工場だと結構交通の面、あの JR なんかの公共交通機関だと便が悪いとこも結構多くて、はい、で愛知なので結構車一つでね、どこまででも行っちゃったりするので、そういうところも結構喜ばれてますね。あ、じゃあ車もご自身で持たれていて、はい、免許の運転もできるっていうのもこの辺はあれなんですよ、あの家に成人の数だけ車があるのが普通なので、いや、ほら、まあ、なんていうか、こっちの東京近辺のライターさんって別になんかもう電車で移動だから車持ってないしとかって結構多いんですけど、まあね、その工場に取材に行くとかだったらもう本当車がないと不便ですもんね。そうですね、まあ、車があるので、あの瀬戸の方のなんか結構山奥の会社とかね、お伺いさせていただいたりとかもしてますね。なるほどね。じゃあ結構その自分の強みをなんか全てフルに活かせてる感じですよね。そうですね、もうまあでも使えるものは全部使わなきゃ勝負になりませんからやれることはやりますっていう感じですね。ちなみに、あの差し支えなければなんですけど、今だいたいライターの仕事でどのぐらいの収入が毎月、まあね、結構あれはあるでしょうけど何あるでしょうか。そうですね、結構ここは難しくて、まあね、聞かれる方で多いと思うか少ないと思うか結構わからないんですけれども、まあだいたい40万ぐらい毎月。すげえ。あ、ないえ、そうなんですか、よくわかんないんですけど、なんか皆さんもっと稼いでらっしゃる方いっぱいいるからあんまりなのかなってよく思うんですけど。いや、だけどあれですよね、お子さんいらっしゃいますよね。そうですね、子供が2人いるので、しかもちっちゃいお子、そんなにあの大きなお子さんじゃないですよね。ね、そうですね、あの笠子さんに初めて会った頃まだだいぶ小さかったんですけど、今は上が小5で下が小2で、いや小学生2人お子さんがいて、だその子育てもまあやってるわけじゃないですか。そうですね、もう毎日夕方になるといつもこう子どもたちの習い事の送迎とか、あの田舎なので習い事送迎しないと連れていけない、どうしようもないんですよ。いやとか、まあ、あと、まあ、宿題の面倒見たりとかも一応はやっております。いや、それでライターで月40万ってめちゃすごいと思いますよ。本当ですか、嬉しいです、そうやっておっしゃっていただけると、まあ、なんかほらね、独身であのお子さんもいらっしゃらなくてね、なんかライターだけやってて、まあ、月40万でも、まあ、それはそれですごいですけど、お子さん2人いて、しかもまあもう高校で手が離れてますとかじゃなくて、小学生2人で送迎とかご飯とそ作るのもやってて、月40万稼いで、本当素晴らしいと思います。そうですか、嬉しいです。でもその辺の両立って結構大変なんじゃないですか。 そうですね、本当やっぱり子供がいるとたまにイレギュラーが発生してなんか帰ろうと思ってたところから帰れなくなったりとかもあって、なんかあのね、たまに深夜まで原稿やってもうフラフラになってたりもしますけど、まあでも会社員時代に比べれば随分やりやすいですね。あ、逆にね。はい、自由に時間が使えるっていう、すっごい自由ですね。うーん、あの例えばほら、あの授業参観とかも、はい、1、2時間空けられれば十分じゃないですか。確かに確かに。でもあの会社員だとやっぱ会社のシステムで半休取らなきゃいけないとか、そういう感じでこう時間が決められちゃうんですけど、うん、あのフリーライターでやってればちょっとこう原稿一段落してフラッと抜けて、また帰ってきてフラッと仕事をできるので。なるほどね。まあ、あのあとほら今こういう状況なんで結構子供が学校休ん
てしまったりした時も会社を休まなくても仕事が続けられるし、あれですかね、やっぱあのライターの仕事でももちろん取材に行ったりすることもあるんでしょうけど、どちらかというと、まあ、基本家でできるようなライティングが多い感じですかね。そうですね、取材も結構行くときは行くんですけれども、うん、まあ、そういうときはちょっと事前に主人と話しておいたりとかして、はい、まあ、基本的には家にいるケースが多いですね。そういう意味ではね、まあコロナがある意味追い風になって、まあ、別にズームで取材でいいじゃないかとか。そうですね。そうするとお子さんがいても、まあ、家で打ち合わせして、でメールで資料をもらって、で家で、ね、子育ての合間に原稿を書いてみたいなことすると、そんなにあちこちもう子供の夜どうしようみたいなこともならずに、ね、できますもんね。そうですね、本当そんな感じで、昔はあの打ち合わせなんかも子供がいると、家にいるとさすがにちょっとできなかったりしたんですけど、最近はもうちょっと今からあの打ち合わせだから30分ぐらい静かにしといてって言えば、あのよっぽど緊急事態じゃない限り飛び込んでおりましたので、ね、はい。いやー、しかしすごい、お子さん2人いて月40万立派っていう、なんか変な言い方ですけど嬉しいです。すごいと思います。いや、なんか結構ね、ね、やっぱほら SNS とかで見てるとすごい人たちものすごいじゃないですか。まあね、なんかその上はね、上気味ないですし、まあ下を見れば もっとね、もう全然稼げる人もいるし、まあね、下を見ると限りないんですけど、うん、まあなんとか。でもなんかこう、それによってなんかこう生活とかスタイルとかなんか変わった感じとかありますか？そうですね、あの、まあ、まず一つには、まあ、私はもうダンスが趣味なんですけれども、もともと会社員で働いてたので、自分の自由になるお金がないとかそういうことはなかったんですけれども、あの時間に自由が効くようになったことで、そのダンスとかの趣味にも時間が使えるようになってきて。なるほどね。そこは良かったです。やっぱ会社員の時だと平日はもうずっと会社に行ってなきゃいけないので、はい、休日はもう逆に子供に全振りしなきゃいけなかったんだけど、そうすると趣味どこでやるみたいな、ないじゃん。そうですよ。今は結構平日も子供たちとがっつり一緒にでいられるので、じゃあちょっと今日この土曜日はママ出かけてくるねみたいな感じで、はい、あのちょっと趣味で時間使ったりとかもできますし。そっか、じゃあそのまあね、安定してるしてないはともかく、まあ、仮に会社員で40万稼ぎましたとフリーで40万稼ぎましたで一緒だとしても、時間の自由度っていう意味では断然違うってなりますよね。そうですね、結局、まあ、仮に働く時間がほとんど同じだったとしても、やっぱの自分で自由に組み替えられるので。そっかもう会社員だともうこの平日決められた 毎日、まあ、9時から5時だけど、別に フリーで働いて8時間だったら別にその9時5時じゃなくて9時から12時にして、それからまた夜の例えばね、子供たちが落ち着いた夜9時から24時とか組み替えができますもんね。そうなんですよ。それが本当、まあ、今の自分のスタイルには合っていて、例えばほら子どもの通院なんかでもちょっと時間が欲しい時とかも、うんうん、じゃあちょっと一旦早めに一旦中断させて子どもたち病院連れてって、じゃあ帰ってきて子どもたちがもうお風呂とか入ってあと寝るだけになったらもう一回ちょっと仕事戻るとか、うんうん、そういうのが自由にできるので、本当のそういう意味では助かってますね。会社員時代は長かったんですか？長いというのは何年ぐらい会社をこうで働いてたっていう。子供が2人目が生まれるまでなので7年ぐらい会社員やってましたね。ライターと変わらなくなってきましたね、キャリアが。その会社員の7年と個人事業主の今ちょうど7年、もうちょっと長いぐらいですね。はい、だいぶ違うってことですね。そうですね、まあでも会社員時代も最初のうちはもう独身だったり夫婦でこなしだったりしたので、
まあ、そういう意味ではもういくらでも働けた。あ、確かに。あんまり、はい。そうか、お子さんが生まれて、しかも一人じゃなくて二人とかになってくると、そうですね。まあ、会社員って縛られると、ちょっとなかなか自由度が効かない部分も出てきますね。そうですね。一人目の時にそれを痛感して、一年ちょっと働いてたんですけれども、で、たまたま2人目ができたタイミングで、会社がちょっと移転するって言われちゃって、でそれがあの今いる場所から片道1時間半以上かかるような場所で、限界だなって思って。あ、じゃあ、それで辞めたんですね。そうなんです。じゃあ、別になんかこう、独立起業してやろうみたいなことで辞めたわけじゃなくて、ああ、無理みたいな。そうなんです。で、やっぱあの仕事辞めちゃうと結構もう一回働くのって結構大変じゃないですか。でなんか家でできたらいいなみたいな感じで、当時はクラウドワークスなんかでちょこちょこ仕事してた時にこう笠子さんと会ったんですよ。あ、そうか。じゃあちょうどいいタイミングだったんですね。そうですね、本当変な言い方ですけど、ちょうどいいタイミングにちょうどいい方にお会いしてねー、まあね、クラウドワークスとかでうまくやってる方でね、稼いでる方もいますけど、まあ総じて単価が安かったりとか。そうですね、今よりは多少だいぶマシではあったんですけど、うん、今に比べるとだいぶマシだったんですけど、うん、当時はそれでもやっぱりちょっとこう稼いでるっていうのは中途半端な額しか売れなくて、どうしようかなっていう感じだったんですよね。いやー、素晴らしいですな。これはいい、素晴らしい。ありがとうございます。なんかライターなんかこう大変っていうのもあるんでしょうけど、なんかやっぱりやってて楽しさみたいなのもあるんですか？そうですね。正直結構楽しんでやってますね。すごい。まあやっぱりまあ一応製工業系専門とは言って出るんですけど、一番詳しいところの仕事ばっかりが来るわけじゃなくてそれこそなんか DX あのデジタルトランスフォーメーションから、はい、あの AI とか半導体原子力、はい、割とあの、まあ、工業系の、ね、人が少ないだけに割と何でも来ちゃうのでその度にもそれこそ本当ひどい時だと本に 3、4冊買って勉強し始めたりとかして、こういう、まあ、そこまでしなかったとしても結構ちょっとあれこれ調べたりすることも少なくなくて、あの新しい仕事が来るたびに結構新しいことを知れるんですよね。ここが結構面白いですね。いや、なんかそういうのを面白がれるっていいですよね。そうですね、そこはやっぱそういう体質で良かったなとは思いますね。調べるのが苦痛でしょうがなかったらちょっと嫌になってたかなと思います。文章書くのとかも好きなんですか？いや、あの言っちゃっていいあの多分ライターとしてはそれほど文章を書くのがめちゃくちゃ好きな人間ではないと思ってますね。なるほど、なるほど。結構あだるとか言いながら書いてるんで。まあ、ただ、あの、もう嫌いで嫌いでどうしようもないっていうほどではないですし、まあ、あの、そうですね、趣味でならそこそこ書いてたりはしたので、まあ、好きなことをだらだら書くのは嫌いじゃなかったっていう。ああ、なるほどね。なのでまあどうなんでしょうね、本当ライターさんの中に暇さえあればもう何でも書いていつでも書いてるみたいな人もいることを考えるとそれほどじゃないんだろうなと思うんですけど。じゃあなんかその文章何でもいいから文章を書くのが好きっていう好きじゃなくて、なんかやっぱりその自分がある程度知ってる製造とか工業系の分野で話が聞けたり、そこにプラス新しい発見があったりもして、でかつそれがね、会社で働くよりもね、自由が効いてお金ももらえて子育てとの両立もしやすいっていう、なんかトータルも含めて今の働き方とライターが好きみたいな感じですかね。そうですね、本当そんな感じですね。もう
本当そんな感じです。本当そんな感じです。いやもうでもライターより多分一番好きなのはダンスですよね、きっとね。いやでもダンスも疲れるじゃないですか。まあ、肉体的にね。好きではあるけど限界を感じることはありますね、公園近くなったりすると。いや本当ね、趣味と言いながら本当プロ級のガチな感じでやってますもんね。いや本当私がプロなんて言ったらもうおこがましいです。いやー素晴らしい。なんか最後にこうライターになりたいとか、ライターやってる人とかになんかこうしたらいいんじゃないのみたいなアドバイスとかってありますかね。そうですね、これ多分3つぐらいあって、おお、はい、多分1つはね、運動しなさい。運動。はい。結構、やっぱこういう仕事を始めて、在宅ライターさんの方ともつながるんですけど、はい。やっぱり座りっぱなしの仕事じゃないです確かか。に、確かに。皆さん結構体壊していかれてて、元気に残ってる人たちって割とこう活発だったり、運動する瞬間がある人が多いなって、なまあ、るほど統ね。計取ったわけじゃないんで、なんとなくのはい。感覚ですけど、そう思うことが多いので、はい。まあ、運動の習慣を持ってた方がいいんじゃないかななっるていうほのは、はど。い、あります。はい。あと2つ目が、変なセミナーに引っかかるな。なるほどね。私もライターやるって言い始めた時に、なんかこう SEO とかいろいろ教えてくれる先生がいるからどうかって言われたんですよ。ただそれが60万とかしたんですね。で、その教室の宣伝文も、あくまで私の感覚としては、結論が見えなくて。あ、SEO ライティングを教えますよって言ってるその宣伝文の文章がどうなんだみたいな。そう、なんか、すごいイラッとしちゃったんですよ、読んでて。そんなので60万も払って教えられるのかみたいなね。そうそう。で、それ結局受けなかったんですけど、でもなんか結構、まあそれが、もしかしたら本当はいいセミナーだったかもしれませんよ。でもなんか結構こうやってやってると、起業したいって言ってる人、まあウェブデザイナーしかり、イラストレーターしかり、デザイナーしかり、いろいろやりたいけど売れなくてみたいな感じでやってる人で、なんかその身にならないセミナーにうん十万突っ込んでる人と結構よく見るようになって、なるほどね。結構いるじゃないですか。ね、いますよ いまね。すよね。あ、結構多いなみたいな感じで、なので、こう、そういうなんかセミナーの話とか聞いてもあんまり舞い上がりすぎないなるほど。ように、冷静に判断してあんまり変なセミナーに引っかからないようにした方がいいなとは思います。なるほど。はい。あと、まあ、最後、3つ目は、はい。とにかく、これはいいなと思ったら行動してみようというとこですね。結構、まあ、やっぱり、7年ぐらいやってると、たまに、いや、ライターやりたいんですけど、とか言ってアドバイス求められたりすあ、るそうでしょうこね。とも、はい、あるんですけど、私はこうやってやってるよって伝えても、割と皆さん、やらないんですよね。名刺作ればって、その名刺作るの、なんか、まあね、デザイナーさん頼んで、こう、ちゃんと自分の文章で作ろうと思うと、そこそこかかりますけど、ね、結構、ビスタプリントさんとか、アスプルさんとかで、ああいうので、文言だけ自分でちょっと考えて、書いてやれば、本当数千円で、ね、数百枚の名刺すぐ作れるじゃないですか。でも意外とやらないんですよね。なるほどね。だなって思いました。なので、まあ、名刺作るとかもそうですし、ウェブサイト作るのも、作ってもらおうと思うとものすごいかかりますけど、今それこそペライチです。ワードプレスだとちょっとめんどくさかったですけまあ確ど、かペに。ライチとかなら本当簡単に作れる時代じゃないですか、今。お金もそんなにかからないし。
そのバカ高いセミナー払うくらいならお金のかかんないそっちからやってみようよって思うんですけど、案外やらない人がいて、確かに60万のセミナーに行くんだったら数千で例えば名刺作って、まあそれこそね、ホームページ作ってみたいな方にお金をかけた方が全然いいんですよね。そうそう、あの地元の商工会が開いてる交流会とかに行ってもどんどん名刺配るとか、なるほどなるほど、そういうのならただですし、なるほどね、うん、もうどんどんやってみた方がいいんじゃないかなと思います。なるほど、素晴らしい。最後になんかもしご自身の宣伝等があればぜひ。はい、宣伝、はい、工業製造業系に強いライターです。あのウェブから書籍パンフレット、まあ、あのさすがに7年ぐらいやっておりますのでだいぶ経験も増えてまいりました。あの分野も半導体からあの IoT、 あの製造業ゴリゴリの鉄鋼、あと、樹脂、あと機械加工、いろいろ書けます。あのぜひあのご用命がありましたらぜひよろしくお願いします。概要欄にあの、ね、ホームページとかを貼っておきます、はい、あとツイッターの、ね、はい、リンクも貼っておきますので、お問い合わせがあれば、ね、ホームページの問い合わせフォームが一番いいですかね。そうですね、ホームページの問い合わせフォームがあの、はい、一番すぐに届くと思います。いやー、というわけで高学生2人ながら月40万も稼いでる素晴らしいライターさんということで、石川さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。